ありがとう。うん、新横浜近かった。なんかさ、あの福ちゃんのツイート、もうメンバーみんなが引用しとって面白かった。なんかさ、広島着いた途端に、え、マジで早いと思ったんよ。めっちゃ早いやんと思って、でそしたらみんな思っとったっぽい。30分ぐらいしか変わらないよ。え、でもほんまになんか全然早く感じた、びっくり。普通に SNS しよったら時間経っとった。あのね、インスタとツイッターと今日はいろいろ充実してますので、皆さんぜひチェックしてください。さあ、今日は私普段フェスとか、その今までのアットジェムでもそんなたくさんのアイドルさんと写真撮れたりしてなかったんですけど、今日はたくさんの可愛いアイドルさんと会えてお話できてめっちゃ嬉しかったです。ストーリーにね、いっぱい載せとるけ、皆さん見てください。そう、あゆみに会えた、ツイートしました。でも二人とも、私はもうほんまに帰るよのめっちゃギリギリの時だったし、あゆみは本番のめっちゃギリギリだったけん、もうほんまにちょっとしかね話せんかったんじゃけど、嬉しかった。原宿に一緒に行った仕事が懐かしすぎる。待って、めちゃくちゃ懐かしいんだけど。それは懐かしすぎる。私とあゆみの二人で大きい綿飴持ってました。持った。え、あれ めっちゃ懐かしい。それ瀬戸内の声の衣装で、あれ自メイクだったんですよ確か。髪もそう自メイクで、そうで私髪の毛巻いて、自分で頑張って巻いた。めっちゃ下手くそだけど。懐かしい。二人で原宿、綿あめとか、あとなんか可愛い雑貨屋さんとか、あと可愛いお洋服屋さん、懐かしい、懐かしいな、そりゃ。ありましたね。楽しかった。充実のアットジャムでした。
え、なんかほんまにさ、横浜から乗るだけで全然違うわ。なんか新幹線乗った後のなんかずっとさ座りっぱやけんさ、ちょっと疲労感というかうーって感じになるんやけど、横浜なだけでそんなさめちゃくちゃ時間変わるわけやないやろけどさ、実際にはでもなんか違う、うん、明日は大阪です。おう、てっきり大阪博かと。いや、こちらもこちらもまさか帰ってくるとは思いもしなかったびっくり。明日は大阪回ループ出させていただきます。楽しみ。何食べれるかなね、何食べれるやろ。いっぱい食べて帰る大阪堪能して帰ろう。なんかさ、大阪は定期的に夏ライブがあるけ行っとるけどさ、ライブするのはほんまに久々。こういう少人数ライブに出るの珍しいですね。そうなんよ、最近ね出とらんかったけ楽しみ楽しみ。去年のツアー以来かな。えー、じゃあほんまに久々じゃね。そんな久々か。でもそうかも。そうなんよ、4日連続ライブ、4日連続ライブ、明日が最終日です。石田のライブは4日連続ライブは最終日。皆さんいろんなところで会いに来てくださってありがとうございました。次踊るのいつやろ。こんなさ連続で踊ったのほんまに久々。あ、次は25日かな、この品川であるやつ。品川のミーヒンも出るね。ね、あとさ、おきちゃんも出るみたいなさ。ね、会いたい。その辺くらいから少し涼しくなると思う。ほんまに？嬉しい。今日久々にさ前髪分けたんやけどさ、やっぱ分けた方がしっくりくるかもって思ってきた。でもまあ使い分けていこうと
思うんやけど、ね、見慣れるよね。あ、そう、あと久々にベレー帽をかぶった。髪切ってからベレー帽がさ、なんかこの長さにベレー帽がしっくりくるイメージあって、じゃけさ、鼻だれもベレー帽かぶった。昨日の鼻だれ夜公演、でもベレー帽やっぱ暑いかもって思った。今まであんまりベレー帽ジャケが暑いとかはそんな思っとらんかったんやけど、なんか実感した、昨日と今日で。いや、やっぱベレー帽暑いなって思いました。夏とかは特に。一旦さ、暑い時期のフェスはアットジャムで落ち着いたかな。あ、明日で落ち着くか。あ、でも25も暑いか、まだ。あ、ちょっと涼しくないのか。2点3点、当分ツインテールやらないな。この長さのツインテールはちょっと見てられん。ハーフツインはいいね。ハーフツインいつかやろう。この長さのハーフツインあんましたことない。このさ、長さの時期あったけどさ、その時期にハーフツインあんましとらん記憶。じゃし、ちょっとさ、前の方が短くなってるけんさ、こうやった時になんかここが短くて、子供子供を見た。その長さだとポニーテールもいいぞ。いや、ポニーテールね、できると思うよ。可能でございます。やっぱドライヤーめっちゃ早い、びっくりする。しかしさこちゃん髪の毛長いね。え、私もほんまに昨日思った、さこちゃんマジで髪長い。ふとした鼻だれ一緒だったけんさ、さこちゃんおって、その鼻だれ公演は一番最初鼻だれやけんさ、でさこちゃんがユミリンポジやけん、出るときにさこちゃんが私の前なんよ。でさこちゃん髪長って思って後ろ姿見て、じゃしあんなに長いのにめっちゃ綺麗なんよね、髪がすごい。あんだけ長かったらさ絶対ケア大変なんよ。ドライヤーとかさめっちゃ時間かかるじゃろうに、めっちゃ綺麗じゃけマジですごいなと思った。ね、ツヤツヤ、ほんまに髪のツヤがすごい。こっちの目のさ、下まつげと上まつげがさ、なんかたまにくっついて嫌だ。
うん、私もドライヤー嫌い、本当に。私もしアイドルしとらんくて今ぐらいの年齢になっ なったらもう普通にショートにしとったと思う。ショートが固定の髪の長さになっとったと思う。ドライヤー嫌やけそう、マジでさ、こうやって乾かすけんさ、こっちの、まあ、こっちの手も使うけど基本こっちやけさ、こっちがの方が筋肉というかなんか力入りそうな気がする。たこ焼き、たこ焼き楽しみ楽しみ、明日大阪。たこ焼き、リクロおじさん、たこ焼き、高校一、じゃがりこのたこ焼き味、串カツ手叩く意味ない他のたこ焼きが一番好きとかある？え、ないいや、な、ほんまにない。どこも美味しすぎて、あのたこ焼きってなんかさ、どこもめっちゃ美味しいじゃないですか。なんかそれぞれさ味違ったりするけど、でもたこ焼きってマジで美味しいから最高、全部大好きって感じ。何味が好きとかは、え、何味やろ。でも天スラの時にたこ焼き、え、この話したっけ、したね多分配信で。たこ焼きを何個買ったの、4個ぐらい買って、4種類ぐらい買って、あ、3種類や、3種類買って、女子部屋で集まって吉川さんの部屋に、でみんなでたこ焼きパーティーしたんですよ。でいろんな種類のたこ焼き食べてうまうまってなったんやけど、え、その時一番うまってなったのはポン酢。ポン酢が美味しかった、さっぱりしとって。ネギポン酢、他のみんなもポン酢人気が高くて、そう、そう、私そういうの好き、なんかお酢系、酸っぱい系、あとネギとか好き。王道もね、ソースも好きやし、マヨネーズも好きやし、塩も好きやけど、ポン酢は感動しました。ネギポン、ネギポン美味しかった。その時はたこ焼き班とドンキ班に分かれて、ドンキでお菓子買ってくる班とたこ焼きを買ってくる班で分かれたんやけど、私はたこ焼き飯で、なんか有名なね、ちょっと並ぶところに買いに行きました。吉川さんとりんちゃんと
をランキング読もうと思います。20位のりふみさん、19位おじゃがさん、18位たらおさん、17位ぬるりんさん、16位雄大さん、15位きょんしーさん、14位ガンスくんさん、13位円楽さん、12位たかひろくんさん、11位もやたろうさん、10位ゆりやピースさん、9位阿部ひろしさん、8位しろうけんさん、7位玉三郎さん、ラッキーセブン。6位つりけんさん、5位テリーピーさん、4位ミックさん、3位グリオティーヌさん、スイスイ。2位おっちゃんさん、ツーツー。そしてそして第1位はピュラララヒュン、癒し系さん、イエーイイエイイエイイエイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとうありがとう。皆さんも今日は配信とかアットジャムとかありがとうございました。じゃあスクショタイムをして終わります。耳あ、たこ焼き、明日は大阪なのでね。ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。頑張るよ、マルプ、楽しみ。長い。